皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。シンガーソングライターの宮島久夫です。今日は日本一の YouTuber、 ヒカキンさん、ヒカキンさんのことについて語りたいと思います。でですね、今ここはあの僕の実家、新潟県三条市の実家に来ております。そこから動画を撮ってますがね、YouTuber のヒカキンさん、皆さんご存知のいますが、彼の生い立ちをね、ウィキペディアでちょっと見てみたんですけど、なんと新潟県妙高市生まれと。あ、そうなんだみたいなね。ウィキペディアで見てみると、生い立ち、新潟県妙高市で次男として生まれる。小さい頃は教室の隅っこにいると変わった少年だったという。雪の多い妙高市で育ったことから、小学生の頃の夢はスキージャンプでオリンピックに出場することで、高校までスキージャンプをしていたと。ここで三条市は妙高市からかなり離れてるんで、まあ、同じ新潟といってもかなり違うんですけどね。そういえばね、昨日テレビ見てたら、ね、逃走中っていう番組にもヒカキンさん出てましたね。すごいなと。まあ、でも同じ新潟県だとちょっとね、親しみが湧くというかね。はい、ウィキペディアに戻って、高校卒業後2007年に新潟県立荒井高等学校を卒業。その後、うまいビートボクサーが集中する東京に活動拠点を移し、スーパーマーケットの店員の仕事をしながら生計を立てていたと。なるほど。当時は自分の銀行口座を持っていなかったため貯金はなく、親からもらった2万円のみで上京したという。すごいな。勤め先のスーパーには社員寮があり、毎月の給料から家賃が引かれるため住む場所に困ることはなかったと。それから浴室や自室などで安いマイクを使って動画を撮影し、月1、2本ずつ動画をアップロードしていたと。あ、すごい。上京から2年ほどは特に大きな出来事は起こらなかったが、少しずつ閲覧数が増えていき、当時一番伸びていた動画で約20万再生だったと。もそれだけでもすごいじゃん。当時日本で YouTube はあまり知られておらず、ほとんどが海外からの閲覧で、日本からの閲覧は 1、2割程度だったという。すごいですね。でね、これがすでにこの次。そして2010年にアップロードした動画、スーパーマリオビートボックスが YouTube における日本国内月間アクセス1位を記録し、アメリカ合衆国の CBS ニュースのトップニュースで取り上げられる。やっぱね、日本一になる人違うよ。すげえな。で、2010年 YouTube 世界ベストパートナートップ500人に選出し、さらにワウワウスタープロジェクト2010で優勝し、ラスベガスに招待されたとか、次々いろいろ書いてありますけど、お、すげえな、この人。この人はあれですよね、まだ20代なんだよね。28歳とか言ってた。ああ、そっか。でもそれだけ YouTube の歴史も新しいんだよね。10年以内なのか。ね、YouTube があまり広まってない時からもう活動して、だからね、何年もやってもまだ28歳とかなんだ。すげえな、この人。意外とやっぱ新潟出身でもすごい人がいるんだと、ね、感心しました。ちょっと僕も頑張ろうかと思っておりますが。なんか最近この演奏じゃない動画を上げてますけどね、これ見てる方がなんか、あれ宮島どうしたんだよみたいな、ね、音楽やめて YouTuber 目指してんのかみたいに思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ一応そういうわけではないんですけど、まあ音楽中心にやっていきます。ちょっとね、しばらくちょっとね、知名度を上げるためにいろいろね、皆さんの役に立つ情報、今回役に立ったのかな、わかんないですけど、まあ僕がで、ああヒカキンさんってこんな人なんだと思ったことを、ちょっとウィキペディアを読みながらちょっと感想を述べてみました。ありがとうございました。今日はこの辺で。最後の挨拶、最後までご覧いただき
ありがとうございました。ニャンコスター、最後まで視聴いただきありがとうございました。宮島久雄です。今ですね、僕の最新アルバムハートストリングスの12曲を、メルマガ登録していただいた方に、無料で差し上げることをやっております。ぜひメルマガ登録してください。いろんな最新情報やね、あの制作秘話などもね、随時メールしております。メールしてますので、よろしくお願いします。スマホの方は動画の右下のところ、下三角をポチッと押してもらうと、2行目に URL が出てきますので、そこをクリックしていただくとメルマガ登録ページに飛びます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。